さあ今日はね、はい、2人が休みで、高橋と、親方がね、はい、今日は久々に、はい、こちらの方に来てますよ、はい、だから吉澤と岡田が、はい、5ヶ月ぶりやでね。そうなんです、よろしくお願いします。いや、ね、5ヶ月も経ったと思わなかったね、はい、5ヶ月、経つとやっぱり女も変わるもんで、はい、岡田どんどん色っぽくなってるんじゃないのお前。ありがとうございます。今日はあの、この間さんまさんが今度来るとき胸強調してくれてたから、そうそう、ちゃんと強調してきたんです。確かに。あれ、ひもでね、ちょっとちらっと胸が見えるようにしていただいて、はい、なかなかありがとうございます、本当に。久々やからね、それに比べて吉沢はね、もうなんか、一貫もめみたいな、白い麦できて、一貫もめじゃないですね。何やの、カネガのカナダみたいなね。ひどい、薄いよね、あいつ。薄いよ。じゃあ、そのカナダのね、カナダが薄いのよ、横から。あれはびっくりさ、まあ、今週はね、はい、まあ我々の仲間が陣内が、離婚、はい、本人もねまだ話し合ってる最中ですとか言ってて、はい、お母さんがさっきインタビュー答えてしもたから離婚やいう、わけのわからん話でね、もう大騒動ですよあれ、はい、早かったよね、2年やからね、はい、2年なんです。あんだけ盛大な結婚式して2年って珍しいよね、はいはい、なんかちょっとショックでした、はい、寂しかったなあ、あんだけ盛大やったからテレビ的にも、はい、普通もうちょっと我慢できんだけどね、我慢できなかったみたいですね、あれ、女が原因とか、まあ、陣内に聞いてみな分からへんけどね、ね、何があったんやろね。まあ、浮気がもし原因ならね、はい、浮気さす、家庭環境だったという男の言い分としてはね。でもあんなに素敵な綺麗な奥さんがいるのに、なんでするんですかね。だから、セックスレスのカップルっていっぱいいるわけやから、なんも綺麗でも、はい、そしたら男はね、はけ口欲しいから、はい、そうなるのと、もうね、慣れ合いになってしまうと、うん、そう同じ女性とか、それ セックスに関してですよ、はい、愛とかは別にしてね、はい、エッチに関しては、それはしゃあないわ、なんも綺麗なのになんでも、でもやっぱり美味しいものをね、やっぱりまあ食べてしまうとね、はい、まあ要するにからご飯でもステーキでもまあ全部そうやけど、はい、やっぱりなんか僕ら茶漬けとかね、はい、やっぱりあっちの方がなんかすごくこう美味しくなったりとか、はい、綺麗な人見すぎるとなんか逆になんかちょっとぽっちゃりしてるとかそっちの方の人がなんか可愛く見えてきたりとかする部分ってあるじゃないですか、まあ、そういう人なの、いや私はこれひどいなえいやあんまり綺麗なものばっかり、俺はもうこう一途のタイプやから、あれっておかしい、あれっておかしい昨日もね、合コンしてたんですけども、やっぱり俺は自分で開いてるわけやないね、鍋がな、飲み会 したいんでたまにあるわけ、これまたバタカと翔平やねんけどね、OL さんで、普通の OL さん、普通の OL さん、なんか新鮮でしたよ、いい子いましたか、いい子いた、俺のこと大好きや、よく置いて、国王の芝居を見に来たぐらいの子はなんかもうすごく新鮮でした、 OL 言うてもね、いろんな OL いてますから、まあ、当然要請あれでしょ、結構スチュアデスとかそういう、全然普通の本当の事務員とか、バラバラやね、バラバラやったけどもみんな OL さんやね、だから、それを見に来たっていうのは、文化村で勤めてらっしゃる、OL さんとか、はい、それからなんかあら 東京会場、あすごい東京会場、はい、東京火災東京会場かなんかやな、ありますね、あるんだよ、それと、なんかそんなふうな人たちでしたよ、はい、すごい、もうね、笑ってくれる笑ってくれる、20代前半の方とかですか、昨日20代後半、後半です、後半20代後半、大丈夫なんですか、20代後半って俺、はい、どれぐらいまでなんですか、年代的には、いや年代的には関係ない、関係ないんですか、関係ない関係ない、その、40でも50でもキャピキャピしてたらいい、うわ
キャピキャピ。前ちょっとあの年配の方がね、37、8ぐらいの人らのちょっとあれがあって、うん、で僕テレビ見てたらロバートの秋山君が、うん、塾長みたいなの好きやっていうのが結構やってたんで、あ、そうやロバート君呼んだろ、秋山呼んだろって秋山に電話して、秋山こんなの37、8ぐらいの兄さん若すぎます。40過ぎじゃないと40過ぎてないと女じゃないですよ、ちょっと難しいなみたいな、そういう人いるからな、塾女、うん、ブームやしね、ほいで、そう思うとね、ああしてみんなね、浮気とか、はい、いうのが原因で、まあ藤原紀香ちゃんもね、はい、なんぼ綺麗であんなスタイル豊かで、はい、ね、こんなことだから俺は知らんけども、うん、下手か分からへんしね、何が料理芝居芝居うまいんかな、何じゃあ料理ひめごとゴルフじゃあゴルフは下手やんか、何じゃあひめごとひめごとひめごとヤングタウンでも何でもないよ、ほんまに俺絶対そうやと思うねん、サンちゃん部屋やこれ、いや違うほんまに思う、なんか道路の性に関しては疎いところがあると思うわ、そんなお前世の中あんな綺麗であんなスタイルあって床上手ってお前そんな人お前いるわけあらへんがな、お前あんだけあの綺麗ってずっと言われたらな、エッチに関しては努力してなかったと思うね、あの反省点としては藤原紀香の反省点やで、いや俺努力って何の今までチラゴヤされて何もしないで、あのね、あれ過ごしてきたから、ああこういうこともしといてよかったな、ああこういうこともしててよかったなと、うん、やっぱりこれは夫婦になって夜の生活っていうのは君らはまだ分からへんけども大事やねそれなりにね、でもお互い悪いよ、お互いやねんで、お互いこう、明日もきっと彼女がいる、うん、で明後日もきっとこの子がいるから今日エッチしなくていいだろうとか、それがどんどん、家族になっていくとね、だから一番の、セックスレスは食事を持ってきた時にもうセックスレスが始まるわけですから、食事を用意したこと、はい、奥さんになるでしょ、はい、で料理作るでしょ、はい、その料理を、はい、あなた食べてくださいっていうのがセックスレスの始まりですからね、母を感じるんですよ男って、料理を作って前に出されると、はい、でもそこでもう母が入ってしまうんですよ、女性お母さんとは一致できないもんね、お母さんと一致できないもの、そうなんです、難しいとこやね、胃袋つかめとか、でそのお母さん何の中に入ってるんですか、料理の中に入ってるいや料理の時点で、ね、お母さん思い出すよ、お母さん入ってんねその中に、そう、子供ができたじゃなくて、できたじゃなくて、そうそう、だから恋愛中でも、はい、もし君が吉沢がすごいエッチ好きやとするやんか、はい、そしたら、はい、入ってお前いや好きだとするじゃんかですよね、違うけど、分かる、はい、好きだとするじゃんか、はい、そしたら、はい、お前何責任取んねんあなたつあのオープニングはずっとセックスみたいなだから人の人生こけとんちゃいますかこけてはいない、いや、あのね、これはもう重大な問題、若い子にも言うだけなの、なるほど、あの結婚生活っていうのはね、生物学的には4年でおしまいなんですね、これはもう動物として、早い、一つの、もうね片方の相方に対しての性欲が、ずっと続くのは4年が一応限界で、それを、魅力とか、頑張りとか、で、超えていくわけですよ、子供がいるとか、はい、だからエッチに関しては4年限界なんです、1人に関してはね、だから3年目の浮気なんてもう世界的に、有名ですけども、はい、7年目とね357っていうのはこれも4年っていう数字が出てますから、その近辺で浮気の虫が出てしまうのはこれ生物学的には仕方ない、だから人間としてはやっちゃいけないことですからね、はい、人を裏切ることになるわけですから、はい、分かってるんです、こう喋ってると裏切りだって分かるんですけどね、はい、いざねそれ場に行くと決して裏切ってはいないっていう脳が命令するんですね、はい、それで目の前のそのなんていうのかな、うん、美人とかスタイル人に対してグイ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 、向こうの推しもあったらもうイチコロですよね。